何を持ってるんですか肉です。肉カルビです。カルビタレ味噌漬け牛カルビ2種セット 500g です。しまった。案件動画かこれ。なんでしまったよ。いや、なんとなく。どちらさんからいただいた案件ですかえっとですね、カルビ専門の通販サイト、き、きしちょ、ちょ、超カルビ多条さんです、ね。知らん感じをなんとなくで乗り切ろうとすな。案件やぞ。こんな感じ習ってないって。これは、寿って読みます。寿は、 こっちやろこっちもことぶきない。なんで同じ読み方の漢字が2種類あんねん。日本人はいろんな漢字使いたかんねん。そうか。はい。お肉プレゼントするので動画にしてくださいってこれくれました。絶対案件お願いするチャンネル間違えてるやん。アニメチャンネルやん。いつから僕あたチャンネルがアニメチャンネルと錯覚していたえはい。うわ。こちらが味噌漬け。普通に実写するやん。実写がタれ漬けー。YouTuber ーーになった気分やん。 すで<誰>にユーチューバーか。この撮影のために部屋を掃除し、良さげな皿を探し、普段は使わない箸置きを出しました。言わんかったんやのに。というわけで、味噌の方から焼いていきます。味噌いいね。いきまーす。焼いてる音で顔動いてもらってるやん。できました。カメラワーク落ち着いて。美味しかったです。スタさん。まるで味噌とお肉がコサックダンスをしているかのようなた。やっぱり頼むチャンネルを間違えてるようです。そしてタレの方焼きます。伸ばし棒の位置合ってる 猫。かわいい。焼けました。伸ばし棒の位置やってる猫。かわいい。タレのカルビは焼肉温玉丼にしました。うまい味噌とタレだと私はタレの方が好きでした。温玉丼にしたからじゃ。ごちそうさまでした。多少さんがうちのチャンネルに PR をお願いしてくれてよかったと思いましたね。あ、あとですね。なんでしょう。この動画を見た方限定でカルビが安く買えるそうです。YouTuber っぽい。詳しいことは概要欄に書いてるので。 私たちと胃の中を同じにしたい方はぜひご購入ください。